カピカマジックでみんなのお家をクリーンクリーン。お掃除プリンセスマジカルリリーが素敵な魔法でみんなをハッピハッピハッピー。ハッロロー、お掃除の国のプリンセスマジカルリリーだよ。今日はこのお部屋にお友達がみんなで来てくれるの。ちょっぴり気になる男の子もいて、リリー運ぶ待望の男子部員の2人よ。はじめまして先輩方、1年の布川リリアです。クルスリリア、リリアちゃん、いやマジで、いや本当に、わーわーわー、クルスってのは芸名なんだって。本名は布川リリアちゃん。この学校に通ってるって噂は聞いたことあったけど、本当にいたなんて、なんとか不機嫌ギャバワーン。篤太くんが壊れた。ひょっとしてクルス・ディディアの大ファンだったり。お掃除プリンセスマジカルリリー、小学校の時ずっと見てたっす。お俺、リリアちゃんのずっとファンでした。握手してください。ピ
マジカルリリーが俺の名前を呼んでくれた。グレート、グレート。布川さんって芸能人なんだ。知らない？昔テレビでやってた。プリンセスマジカルリリーってピカピカマジックでみんなのお家をクリンクリン。知らねえのかよスサラ。テレビはあんまり見ないから。あーおなおグレートスサラたるものがマジカルリリーを知らないとは。アングレート。よろしくね、クルスさん。君は誰？布川が本名で、クルスは芸名なんです。紛らわしかったらリリアと呼んでいただけると嬉しいです、鈴原先輩。
分かったよ。ありがとうございます。君は不思議な子だね。下の名前で呼ぶことが許されてるんだよ。羨ましすぎる。俺もリリーさんのことリリアちゃんって呼びたい。アツタ先輩も私のことは気軽にリリアって呼んでくださいね。リリアちゃん。もうお仕事とはいえ、いろんな輩の相手大変だね。ファンサービスも立派なお仕事ですので。リリアちゃんって可愛いよね。私もあんな女の子に生まれ変われたらな。キコちゃんは今のままだって負けないくらいに可愛いよ。お稽古の合間に顔を出してくれたのかしら。次の日曜日にシャチホコ部の活動があるかなと思いまして。あら、ひょっとして参加できるの。はい、実はちょっと取材が入ることになりまして。次の日曜日は岩井本神社での清掃活動があるわよ。ぜひそれに参加させてほしいんです。神社でお掃除プリンセスできるなんて。ナッチ、あんまキモいとタイプだからね。それはアングレートっすよ、部長。オイラを部長と呼ぶな。やっぱり布川さんが来ると華やぐわよね。取材が来るなら私たちもしっかり頑張らなくちゃね。私も撮影とかされちゃうかな。美容院とか行った方がいいかな。多分僕たちは撮影されないと思うよ。されなくてもいい。ただ同じ空気を共有できるだけでいいんだ。まあリリアンの迷惑にならない程度には小綺麗な方がいいと思うよ。ですよね。私も身だしなみをしっかりしてお掃除でハピハピハッピーしなきゃ。アイドルデビューのチャンスはいつどこにあるかわからないのよ。素敵なルックスが当日カメラマンさんの目に留まっちゃって、美人教師発見、まさかの美魔女アイドル芸能界デビュー。あ、でも私は教師なの。芸能界との二足のわらじは。タマユン、ちょっと夢見すぎ。そんなことないです。チャンスなんて本当に些細なきっかけからですよ。私の知ってる子でも本当に些細なことからデビューにつながった子とかたくさんいますから。じゃあ当日ひょっとしたら私たちにもチャンスがあるのかな。
日曜日はよろしくお願いいたします。あれ、今日はもう帰っちゃう？すみません、ダンスのレッスンが入ってるもので。相変わらず忙しいのね。先生寂しいわ。フラワーハイスクールってダンスがキレキレだからな。なるほど、それでリリアちゃんもダンスレッスンが欠かせないわけだ。あんなに踊れるんだからよっぽどレッスンしてるんだろうね。お稽古頑張ってね。うん、頑張るよすすはらお兄ちゃん。さっき言ってたフラワーハイスクールって何？リリアちゃんが入ったアイドルユニットの名前だよ。お掃除プリンセスを卒業後、一度はアイドルを休業されたんだけどな、この春フラワーハイスクールの5人目のメンバーになることが明らかになったのさ。マジカルリリーが帰ってきてくれたんだ。ドライト、ハイスクールって言うから学校だと思ってたよ。高校生だけのアイドルユニットなんだって。高校教師はその枠には入らないのかしら。今は小学生アイドルユニットまであるくらいだし、タマユンの需要は時代がもう一周くらいしないとないんじゃないかな。すごいんだね。武道館とかで歌ったりするんだ。今はライブハウスがメインです。武道館もいつか行きたいですね。秋葉娘とか桃色組エースとかなら聞いたことあるよ。クルス・リリアって誰？芸能人？かー！知らねえのかよ、ススハラ！グレートなお前らしくねえぜ！お掃除プリンセスマジカルリリーって知らねえのかよ！テレビでやってたろ？テレビはあんまり見ないからな。でも秋葉娘とか桃色組エースとかなら聞いたことあるよ。おいおい、そんなメジャーどころと比べるなよ。リリアちゃんの入ったフラワーハイスクールってのは、身近なアイドルをテーマにしたミニマムさが売りなんだぜ。ミニマムさってよくわかんないけど、つまり秋葉娘とかに比べたらそこまでは人気ないってこと？最初から大人気のとこなんかありませんよ。今はみんな無名からスタートして口コミで成り上がってく時代なんです。でっかい資本がバックについていきなりビッグに売り出すなんて
そんな昭和の時代の話をされても困るんです。私のルックスを見て一般人だと思う？オーラが違うでしょ、オーラが。だいたいテレビを見ないなんて今時そんな。じゃあ恋なの？熱田先輩みたいに。私を知る人はみんな熱狂的な反応を見せてくれる。実は私はそれに飽き飽きしていて、彼の反応がむしろ私には心地よかった。そんなわけない。だって私ムカついてるし。あんたなんかに私の苦労は分からないです。
ピカピカマジックでみんなのお家をクリーンクリーン。お掃除プリンセスマジカルリリーが素敵な魔法でみんなをハピハピハッピー。ハピハピハッピーリリーちゃん。みんなの心クリーンクリーンしちゃうぞ。うわお掃除プリンセスマジカルリリーが素敵な魔法でみんなをハピハピハッピー。君は誰？私はお掃除の国からやってきたマジカルリリー。君は誰？誰？君は。
てますよ。もうとっくにマジカルリリーなんかじゃないですよ。私だっていっぱい悩んだんです。化け物みたいになっていくこの体が恨めしかった。そうよ、私はとっくにマジカルリリーじゃない。成長して体が変わって、それでリリーを卒業したのよ。でもお芝居だって歌だってダンスだってリリーの頃よりずっとずっと研ぎ澄まされてる。クルス・リリアは成長し続けてるの。マジカルリリーより今の私の方がずっとすごいんだから。3年間干されて、自分と環境に折り合いがついて、やっとやっとフラハイのメンバーに加われることが決まって、私は屈しない。そしてあの頃よりもっともっと成長した姿を見せて、みんなにこう言わせてやるの。リリアはマジカルリリーからクルス・リリアに生まれ変わって帰ってきたって。僕はあまりテレビを見ないから。まあそういう人もいますし。だから芸能人のことは詳しくないけれど、そんな僕が君のことを好きになれたなら。私成功できるってことですよね、クルス・リリアとして。こんな僕が君のことを好きになれたなら、きっと君は成功するよ。僕が保証する。なら私きっと先輩に好きになってもらいます。私のこと、
私の魅力、絶対に認めさせてみせますから。最初はイラッときたけど、イラッとくること自体、私が傲慢な証拠じゃない？私ちょっと疲れてるのかも。じゃあお掃除をしてる感じの何枚かいただきましょうか。お掃除ってこんな感じかしら。ピコピコマジックでクリーンクリーン。どう？リリア、あなたの心をハピハピにできてる？いいねいいね。あの可愛らしくて清純なお掃除プリンセスも女子高生になって色気が増してグッとくるね。そんなことないよ。それはおじさんの心が汚れてるからだよ。お掃除マジックでおじさんの汚れたハートクリンクリンしちゃうぞ。思わず脳説美魔女アイドル電撃デビュー。悪いけれど布川さん、
私たちは今日からライバルよ。アマインは自分のハートをたわしか何かでクリンクリンした方がいいよ。やっぱリリアちゃんは可愛いね。境内を吐いてるだけですっごい絵になるよ。まあそこはさすがだよね。ほら男子というかなっち、ふぬけてないで仕事して。あのマジカルリリーと一緒にクリンクリンができるなんて。わーおくーまたー。夏くん、あんまり賑やかにしちゃお仕事の邪魔だよ。高校生になったわけだけどさ。はい。気になる人なんかできちゃったりとかする？あれ、考えちゃう？ひょっとしていたりしちゃう？どうしてもその人に振り向いてほしいって思ってる。その人
人はリリアちゃんのことに興味ない。そうね、まったく。ほんとひどいよね。リリア泣いちゃうよ。だから私思ったわ。もっともっと魅力的になって絶対に振り向かせてやるわって。さすが女子高生のマジカルリリーはイメージも変わって肉食系だね。ちゃんと名前出たら。私はその人を通じて自分の魅力を、力を試したいの。その人に魅力が通じないようじゃ私はまだまだだって。いいねいいね。マジカルリリーも恋を知ってますますパワーアップって感じだね。あまり近寄りたいとこじゃないかも。びっくりしました。黒髪先輩でしたか。シャチホコ部の人見ませんでしたか。
ら先輩は見てませんか？私の愛しい愛しいダーリンなんですけど。汚れてるからあいつには近寄るな。はい。私たち黒髪先輩の家を掃除してんですから、ちょっとくらいは感謝してくれてもいいんじゃないですか。私とは縁のない先輩よね。布川さん。終わったの？取材。ある意味、とっくに終わってました。最後の方は世間話に相槌を打ってただけですし。そう、お疲れ様。どうしたの？いえ、なんでもないです。どうです？私これでも一応芸能人だってこと分かってもらえました？別に疑ったことなんてないよ。私、実はちょっとした願掛けをしてるんです。とある私に興味のない人をファンにできたなら、新しい私はきっと成功できるって。先輩を振り向かせてみせますから。できるのなら
期待しているよ。リリアちゃんさ。はい。新しい自分は成功してると思う？大成功とまでは言いませんけど、まずはいい出だしじゃないかと。それって新しい布川さんじゃなくて古いマジカルリリーの話だよね。取材、僕も少し耳を傾けてたけど、来てた人、君のことを高校生になったマジカルリリーとしか思ってなかったよね。リリアちゃんはマジカルリリーを卒業して、布川リリアの、あれ、クルスリリアだったっけ。ごめんね、こんがらがっちゃう。どっちでもいいです。マジカルリリーを卒業してクルスリリアになりたいのか、それとも高校生になってもマジカルリリーを愛してほしいのか、僕にはどっちがどっちなのかよくわからないな。夏くんにかつての君の姿を見せてもらったよ。どうでしたか？うん、可愛らしかったよ。まさにお掃除の国のプリンセス。とてもとても愛くるしかったよ。自信もないよ、今の君にリリーの可愛らしさなんて微塵もあるものか。夏くんも人がいいよね。リリーのファンなのに君を見て絶望しないんだから。あの頃の天使のような可愛らしさと比べたら今の君はどう？気持ち悪く伸びた足、いびつで武骨な腕、天使の瞳は欠片もない。可愛らしかった鼻はどこへ行ったの？ブクブクと肥えて脂肪でパンパンになった胸、お尻。清純な天使だったリリーの面影なんて今の君には微塵もないよ。僕は幸いにもマジカルリリーのファンじゃないけれど、もしファンだったら嘆いただろうね。あの儚く清純だったマジカルリリーがこんな豚の化け物みたいな姿になってなお自分をリリーだと言い続けることにね。
僕は夏くんを尊敬するよ。そんな醜い姿になってもなお、マジカルリリーだなんて言える君に愛想を尽かさないことにね。君は自分のいびつさをちゃんと理解していたよ。だからリリーを卒業して新しい自分になろうと決意したんじゃないか。リリーで居続けるか新しい自分になるか、どちらの選択だって構わない。でもどちらかでなければならないんだよ。はい、はい、君はその選択をちゃんとした。そこだけは君は褒められてもいいと思うな。リリアちゃん、どうしたの？どうしたって…私…今…先輩と話してましたよね。おう…話してるんじゃないかな。具合悪いの？いえ、まあ、その…私、昔からぼんやりしてると変な白昼夢とか見ちゃう体質らしいんです。最近は治ったかなって思ってたんですけど、またそれだったみたいで。お稽古とかで疲れてるんだよ。社長コブ、土日の活動は無理しないで、休めるときは休んでね。
先輩。ジュースを買ってきたんだ。みんな事務所にいるよ。私のこと探しててくれたんですか？すみません、行き違いになっちゃったみたいですね。リリアちゃんの好みがよくわからなくて、僕の好みで選んじゃったけど大丈夫かな？お茶系でしたらどれでも大丈夫ですので。それにしてもすごい数の人形だね。ですね。古い人形って思いとかをいっぱい吸い込んでるそうですからね。怨念とかもあるかも。ちょっと怖いですよね。そうだね。そういうのもあるかも。ここあまりいい感じがしないから。あれ、先輩ってオカルトとかわかる人なんですか？そういうのじゃないけど、でもなんとなくそんな気がするというか。意味とする場所って僕はあると思うんだ。意味とする場所？人だって慰めるのも励ますのもどちらも逆効果になってしまう感情の時ってあるよね。一人にしておいた方がいい時ってやつですね。僕は父さんに場所にもそういうところがあるって教わったことがあるんだ。父さんはそれを意味とする場所って呼んでたけどね。汚れた場所ってわけですね。そういう場所には用事もなく近づかない方がいいですものね。ありがとうございます、先輩。これからは気をつけますね。そうだ、実は先輩にお渡ししたいものがあって。だったら僕にも近づかない方がいいかもね。僕も汚れてるそうだから。どうして先輩が汚れてるんですか？さあね。でもさっきやった黒髪さんが僕にそう言うんだ。僕は汚れているから二度と近づくな、不幸が訪れるって。
黒髪先輩はちょっとあれですからね。そんなの気にしない方がいいですよ。先輩が汚れてるなんてことあるわけないじゃないですか。ごめん。え？ちょっと茶化そうとして言っただけのつもりだったのに、なんだか深刻な言い方になっちゃった。行こうよ。みんな待ってるよ。あ、先輩、待ってください。実は先輩にお渡ししたいものがありまして。え、何？違うわ。もう私は
手は誰をご指名でしょうか。ちーちゃん一筋です。お願いします。リリーちゃん、ずっと応援してました。アイちゃん指名で。リリーさん握手してください。おお、リリーちゃん、さすがの人気。またご指名だよ。はーい、お買い上げありがとうございます。リリーちゃん、ピカピカマジックやってください。ピカピカマジックでクリーンクリーン。リリーがお兄ちゃんのハートをホピホピホッピーにしちゃうぞ。リリリリリリリマジカルリリ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 アちゃん、応援に来ました。先輩来てくれたんですか。嬉しいです。学校では言えなかったけど、ここでは言える。俺にピカピカマジックしてください。もう夏やお兄ちゃんも仕方ないな。それピカピカマジックでお兄ちゃんのハートをクリンクリーン。だったら僕にも近づかない方がいいかもね。僕も汚れてるそうだから。
リリーちゃん、昔からずっと応援しておりましたぞ。ありがとう、お兄ちゃん。リリー嬉しいよ。リリーちゃんのこと、ネットでは劣化したとかなんとか言ってる輩もおりますが、僕の中ではマジカルリリーの輝きは永遠ですぞ。ネットは荒れてるみたいですけど、僕はずっとマジカルリリーを応援してますからね。リリーちゃんがどんなに変わっちゃっても僕の愛は変わりません。劣化とかオワコンとか言われてますけど、そんなの気にしちゃダメですよ。リリー気にしないよ。だってお掃除の国のプリンセスだもん。せーの、ピカピカマジックでハートをクリンクリーン。うわー、リリリリリリマジカルリリー。まあ大忙しで参っちゃうね。そこ私の場所、どいてよ、劣化ババア。お掃除の国のプリンセス、マジカルリリーです。あなたのハートをクリンクリーン。そしてあんたは、かつて私だった残骸ね。あんたね、私の体、みんなが夢に見る理想の妹。キュートで可愛くてちょっぴり小悪魔。抱きしめたら漏れちゃいそうなぐらいの華奢だけど、そうせずにはいられないほどに愛くるしい。それに比べてあんたのその体は、マジカルリリーは永遠のお姫様なの。あんたなんかどっかに行っちゃえ。きったない化け物、ピカピカマジックでクリンクリーン。リリー大丈夫？立ちくらみ？張り切りすぎだよ。休んだら？ありがとうございます。握手は誰をご指名なさいますか？クルス、リリアさんで。見てたよ、踊り。すごい頑張ってたね。君のリリーとは違う、新しいクルス・リリアをしっかり見せてもらったからね。スサラじゃねえか、お前も来てたのかよ。やあ夏くん、こんなところで会えるとは思わなかったよ。
誰目当てで来たんだ？やっぱリリアちゃんか？マジカルリリーの良さをこれほど短時間で気づくとは、さすがスハラ、グレートな男だぜ。リリアちゃん、頑張ってたね。ダンスもキレッキレだったよな。さすがはマジカルリリーだぜ。ところでさ、シングルってどこで売ってるの？ああ、お前まだシングル買ってねえのかよ。アン、グレート。リリアちゃんに挨拶していきたくてさ、さっきから迷子になってるんだよ。すすはらを迷子にさせるとはな、この会場は実にグレートだぜ。俺が案内してやるよ。こっちだぜ。あれ、こっちだったかな。あれあれ、ね、迷うでしょ。遅くにごめんね。いえ、なんか予感してましたから。何でしょうか。カーテン開けてみて。カーテンって、私の部屋のですか？散歩でもどうかなって。真夜中のお散歩を誘われたなんて初めてで戸惑ってます。リリアちゃんがしたいかなって思って。そうですね、私もそんな気分でした。
そう、リリアちゃんはまだ迷ってると思うんだ。迷い？クルス・リリアとして新しい出発をするか、それともマジカル・リリーで居続けることを選ぶか。それができたら私は最初から苦しまなかったです。そうだよね。脂肪がついて、胸もお尻もこんなに醜くなって、私だってこんな体にならなきゃずっとリリーでいたかった。正直に言えたね、偉いよリリア。マジカルリリーには戻れない。応援してくれたみんなが、劣化だの、ババアカだの、ノッポだの、だから私はクルス・リリアに生まれ変わらなければならないのよ。戻れる方法があるとしたら、リリアは試してみたい。それは君は信じてくれるかな。いや、いくらなんでも無理だよね。何ですか、もったいぶらないで見せてください。インドのずっと北の少数部族に伝わるとても珍しい薬草の粉末なんだ。その部族では知恵者である長老を延命させるためにある秘薬を使っていたんだって。それが噂が古代中国に伝わり、不老不死の薬と語られたこともあるんだぞ。さすがに不死の効果はないよ。人は必ずいつか死ぬ定めなんだから。でも不老の効果は本物なんだ。不老って老いないってことですか？全身の細胞を活性化させ長老の老化を食い止めることができたんだって。でももともと全身の細胞がすでに老化している人にはその程度の効果しかないけれど、若者が摂取すると若返りの効果があるんだ。
嘘なんかじゃないよ。ちゃんと聞く。証拠もあるんだ。誰か試したんですか？僕がその証拠だよ。え？僕はいくつくらいに見える？普通の高校生に見えます。違うんですか？僕の本当の予定はもっと半年は生きられないと言われてたんだ。幸いにも1歳の誕生日を迎えられたけれど、病院で管につながれたままの寝たきりだったよ。もちろん保育園も無理だし、学校なんてとんでもない。ずっとずっと来年までは生きられないと言われ続けて、それを繰り返してずっと生きてきたんだよ。幸いにも僕は成人してから少しずつ健康になっていってね、20代の頃には少し病弱な程度の普通の体になっていたよ。でも僕は保育園にも小学校にも通ったことがない。誰もが当たり前に通ったはずの学校、そこに通えなかったことは僕にとってあまりに悲しいことだった。僕は当たり前の子供時代をぽっかりと失って大人になってしまったんだ。そんな時、偶然この飛躍に出会ったんだ。じゃあ先輩はそれを飲んで赤く。おかげで小学校、中学校、そして高校の生活を通して送ることができたんだ。信じられない。僕は一度きりの生を普通に送りたかっただけなんだ。生まれつきの体質でそれが叶わなかったけど、この薬のおかげでそれを取り戻せた。だからこの薬は僕にはもう不要なんだ。じゃあそれは。うん、君さえよければあげるよ。
本当だ。私、変わってる。私、幼くなってる。それはすごいね。ほんの数日で実感できるくらいに変化があるなんて。先輩と違って私現役 JK ですんで。細胞が若いから僕よりもずっと効きがいいんだろうね。これを毎日続けていけばもっともっと若返れるんですよね。でももうもらった分がなくなっちゃいました。大丈夫だよ、持ってきてるから。次は肌になじませたら内側からなじませないといけない。でも今度は少し刺激が強いと思うよ。内側からなじませるってどうやるんです？そんな難しいことじゃないよ。僕が教えてあげるから。でも若い分きっと反動が強いと思うんだ。痛いとかうずくとかその程度なら全然平気です。体の根本を作り直すからね。しばらく風邪に似た症状が出るかもしれない。僕の時でも熱が出たような感じで少しふらついたから。それくらい全然。じゃあやり方を教えるよ。
ずに。やっぱり若いから刺激が強いんだね。どうした？熱かな。おかしく見える。
私を取り戻すために頑張ってくれてありがとう、ババア。ババアは余計よ。これで私たちはマジカルリリーを取り戻せるよ。あんたは私と一つになるの。これで一番輝いてたあの頃を私たちは取り戻せるわ。先輩に認めてもらえるかな。もちろんだわ。私の微笑みに耐えられる男の子なんているわけないもん。それも鈴原先輩のためだけに微笑むの。みんなのリリーじゃない、先輩だけのリリーになるの。そうしたら絶対先輩のハートを私だけのものにできるんだから。できるわ。だってその姿こそが私の一番なんだから。あなたは私という体にできた吹き出物、ニキビみたいなもの、それをきれいさっぱり落とせば本当の私の体に帰ることができる。私の化け物みたいな体をきれいさっぱり落とせば。もうお薬はすべて飲んだから、あとは寝て待つだけ。それで私は蘇れるの。そしてスズムお兄ちゃんだけの私になるの。早く私という吹き出物を消し去ってしまおう。うん。そして早く綺麗な私になって会いに行こう。どうしたの？ないです。急に頭がすっきりして。峠を越えたんだね。飛躍の効果が君の体の中に行き渡ったんだよ。もうあとは大丈夫、待つだけだよ。待つだけ。待つだけで大丈夫だよ。挨拶なんてしてる場合じゃねえぜ。見たかよこれ。学校に週刊誌とか持ってきたら怒られるんじゃない？あれ？
クルス・リリアってリリアちゃんの記事？そんなわけないよ。リリアちゃんにタバコの匂いなんてしなかった。すごいね。匂いでわかるんだ。リリアちゃんがタバコなんて吸うわけがねえ。絶対にガセだぜ。似てねえよ。ちょっと似てるだけの別人に決まってるぜ。これは君本人で間違いないのか？
順調に薬の効果が出ているね。薬の効果、君にできた不要な吹き出物を落とすな。こいつらは
潰れるかと思いました。ここはどこでしょう。病院。つもりですか。そのままにしておいて。結構です。お人形さんと添い寝はとっくに卒業してますんで。だったら僕にも近づかない方がいいかもね。僕も汚れてるそうだから。どうして先輩が汚れてるんですか。さあね。でもさっき会った黒髪さんが僕にそう言うんだ。僕は汚れているから二度と近づくな、不幸が訪れるって。わけわかんない。なんで鈴原先輩に近づいちゃいけないんですか。あれは鈴にまみれてる。は？私たちを惑わす呪いは鈴を求めるから。私のことはどう言おうと勝手ですけど、先輩の悪口はやめてください。それが呪い。はあ？私たちはあれの進に惹かれる。お前とてなぜあれに惹かれるのか、理由などわからぬはずだ。いらないなら持って帰るけど、あんたの寿命がそれで終わるだけ。
したら、クルス・リリアが消えるだけ。すぐに私はこの殻を破ってリリーとして生まれ変わるんです。奇病に侵されて余命いくばくと聞き、様子を見に来た。奇病？まあそういうことにもなってるんでしょうね。しかし手遅れだった。もはやできることは何もない。余計なお世話です。お前は死ぬ。どう思う？しかしそれも定めかもしれぬ。そして解放でもあるやもしれぬ。何を言ってるか、さっぱりです。さようなら、七川の娘。死ぬことが許されたお前が羨ましい。お母さん、今までありがとう。お父さんにもありがとうと伝えて。私、多分もうすぐ死ぬ。そしてもう時間はわずかしかないの。そのわずかの時間をどうしても捧げたい人がいるの。お願い、呼んで。Thank you.
すれば。わけのわからないめちゃくちゃな話だと思います。でも私だって話してて思いました。なんてわけのわからない話。そもそもなんで私の頭の中が先輩のことでいっぱいなのかさえ私にはわからないんです。どうして私はあなたのことがこんなにも。そんな風なことを言ってましたね。本当に失礼ですよね。話を聞かせて。僕に何かできることはある？はい、だから呼んだんです。もし本当に私が若返るなら、その姿を先輩に見てほしいんです。私わかるんです。もうすぐ私というサナギが帰るって。それを見届ければいいんだね。はい。そしてもしそれがとても魅力的だったなら、大丈夫？今誰かに呼ばないで。先輩だけが見て、お願い。ふとめくって私の体を綺麗だよ。嘘。今はさなぎだから、みっともない姿だと思います。Thank you.
みっともなくなんかないよ。リリアちゃんの綺麗な体だよ。
け愛